帰ったよ。それでは帰ってまいりましたので購入品の紹介をしていきたいと思います。渋谷のデパ地下で買いました。こちらです。チャラーン、パリア、はい、チキン、はいはい。で次はこちらコロッケ、これはもう揚げ物パラダイス、はい、こんな感じです。イエーイ。それでは少しだけ料理したいと思います。私がお酒に合うと思ったつまみを作りたいと思います。形でごま油を垂らします。はい、これで終わりです。出来上がりです。ごま油キムチ、うまいしかない。はい、皆さんできました。じゃらららら、はい、とっちゃんいいじゃん、いいじゃん、ありがとうちゃん。めっちゃ泡多い方ね。うん、取りましょう。嫁だしね、我慢しないと。何はい、乾杯、ありがとうございます。ま、あんま冷えてない？で、これあなた置いてたから置いてたやつ置いたでしょ、うん、冷蔵庫にあんのに。え、そうなの？冷蔵庫のやつ取らないから。まあ、言ってよ。何でそうやって導き出そうとするの、私を。昨日からあったじゃん。え、ごめんなさい、それにしまし、あ、本当だ、本当だ、忘れてた。ありがとうございます。どうぞ立ってください。はい、どうぞ。え、やばくない？え、もう紹介っていうか、もうみんな、もうこれこれ、私さ、今、はい、この間までは、モッパンのそうヤッカを食べる動画にすっげーハマってたのね。で、その次は、まあ、その次はないな、ヤッカとか、そういうお菓子系を食べるモッパンにハマってたんですけど、最近、エビを食べるモッパンにハマっているので、買いましたっていう話です。だから、こんなんとかさ、久々、お惣菜とか、デパ地下のお惣菜ってさ、ミキが来た時以来だよね。じゃない？いつも行って、ね、デパ地下がないもんね。え、そうそうそう、だから今日は渋谷のところで、しかもなんか行ったら毎回なんかこう自分で作れそうだし高いしって思ってやめんだよね、買うの。一人の時とか、としきさんがいない時とかもデパ地下で行こうかなって思って行くの、毎回。でも高すぎてひるんで、これ作れるなって思って買うのやめ、飲み会あんな行くのに、うん、うん、もうちょっと選手した方がいい、うん、高いよ、めっちゃ高いよ。まあ、もっとやってもいいかも。うん、もっとやってもいい。ちょっと冷えたかもね。寒いよね、暖房つけない。え、なんでクーラーあんなつけるのに暖房ダメなの。まあそんな感じなんですよ、皆さん。で、今日はとしきさんと久々にご飯を食べました。そして一緒に、ね、今週1週間一緒にご飯食べた数ゼロだよね、うん、ゼロだよね。帰宅時間合わないし、合わない。そう、マジでそんな感じ。お互い、としきさんめっちゃ忙しいしね。そんなとしきさんからめっちゃ珍しく、うん、なんかそろそろ2人でデートするって言ってくれたの、やばくない？キュッとしちゃったじゃん。ゆうちゃん言ってくれないじゃん、忘れてデートとかも忘れてたね。うん、だからなんか久々の夜なんで、うん、としきさんとこうやって美味しい惣菜を食べてたら嫌でも向き合って喋るじゃん。嫌、うん、じゃねえよ。誰のセリフだよこれ。うまくない？うまい。皆さんこれうまいんだよ、マジで。料理です、これも。なんで語り合おうって感じです。しかももうすぐ年末もう年の瀬ということで、私たち結婚して3年目、もう終わりかけ、いや、あと半年ぐらいか、もう付き合って4年ぐらいになるね。5年ぐらい、うん、付き合ってからは2021年からだよね。2020年か、うん、来年で4年。
すげえ、2020年に付き合ってよかったね。わかりやすいじゃん。なので語り合おうみたいな話なんですけれども、今日はですね、皆さんすいません、ありがとうございます。今日は提供動画でございます。今日はですね、あの心に占い館の星ひとみ転生術の光と影というとですね、あのこの占いを使って今日は二人の相性をやっていくよって話。あ、マジで？当たり前じゃん。いや、そういう話です。で、あの星ひとみさんってね、まあいろいろメディアにも結構出てて、あの話題なんですよ。皆さんも知ってる番組とかね、ありますよね。でもあと何かとね、本当に話題なのね。だから前も一回やらせてもらったことあるんですけれども、今回は YouTube でね、皆さんにこうやって語り動画で、あのできればなと思っております。夫婦の相性を星ひとみ先生に、あの占っていただくという回でございますので。はい、やばいよね。なので今日はですね、3つのテーマについて語り合いたいと思います。1つ目、恋愛、恋人の相性。私たちの夫婦になる前の関係性とかも、ちょっともう一回占ってみて、どうだったかっていうのを答え合わせするのもちょっと楽しいかなと思っております。検証ってこと？で、あとは2つ目、結婚夫婦の相性。果たして私たちの夫婦関係は、今はまあ子供もいないし、お互い本当に自由すぎるぐらい自由にやってるから、まあどうかわからない。ここからなんか厳しい世界になってきたときに、さて本当に私たちの相性は大丈夫なのかっていう占いですね。で、あと3つ目、価値観、考え方の相性。なんとなく、まあ占いというかね、なんとなく自分たちの考えがありますよね、うん、まあそれも含めて話していきたいなと思います。食べながらでいいですか？はい。うますぎる、うめすぎる。占いました。はい、整いましたみたいに。整いました。まあ改めてとしきさんの意見も聞きたいなって話だね。はい。なんかさ、付き合ってる時はさ、なんかお互いがなんで好きになったかみたいな話とかさ、元カノの話とかさ、うん、元彼の話とか結構してたよね。うん、あの時の感じいいよね。わかる。キュンキュンし合う感じ。あ、そうだったのみたいなさ、そういう時期あったよね。あ、そういう感じの気持ちを思い出すわけよ。普段の状態を表す光の面と、ふとした時に現れる影の面、この2つの存在はどちらもお互いを知る上では大切な要素。その両面を知ることで、両面、好きな相手との真実が見えてくるはずですってことでした。まず転生タイプというものがありまして、私、1994年5月の7日の私は深夜タイプ、トシキさんはまあ私の2年上の人なのでね、1992年生まれの方で、新月タイプ、光の相性、影の相性。私は心の奥で憧れの気持ちを抱く、理解を深めるための対話ができるというタイプだそうです。ケル、エビフライ、いいね。半分食べていいよ、普通に。この美味しい部分、旦那さんのだから。美味しい部分どころ？ここ美味しいじゃん。美味しいのは思考でしょ。あ、そうなの？いや、こっちがいい、私。じゃあこっち、お尻の部分一番。あなた、尻尾の部分が美味しいと思ってるの？美味しいでしょ。めっちゃラッキーなんですけど。それでは2人の天性の光と影から導く恋愛、恋人の相性いきます。考えてることがまるで違う2人、相手の中にある自分とはもう異なる部分を魅力的に感じたさえすれば、強く結びつけられる間柄だと言えますね。ただその違いがあるために、相手に対しても不安感を抱いてしまいやすいのもまた事実。まさに両極端な関係だと言えます。恋愛では自己主張だけではなく、相手に合わせることも重要だから、としきさんの行動パターンで自分とは違うなと思った場合でも、時にはゆうりさんの方から合わせに行くことも必要ですよ。それが自然にできればいい恋愛になるはずだ。まあそりゃそうだ。これ思い当たる節めっちゃあるよね。うん、としきさんってこう見えてめっちゃ陽キャなんですね。で、私どっちかって言ったら陰キャ？陰キャではないけど、インドアだよね。うん、それ別に、あ、陽キャじゃないけど、アウトドア。いいえ、陽キャです。結婚した当初はそれこそその陽キャ度にもう戸惑いを隠せない。毎週土日暇さえあれば遊びに行くとか、うん、ね、そんなのやってるの。もうゴルファーで結構ゴルフ行って土日開けてるみたいな。好きだったから。好
きだった、うん、あのその情熱的にえでは次来ました。結婚、夫婦の相性来ました。他人同士だった2人が共に一つの家で家庭を築き上げていく結婚生活。タイプの違うゆうりさんととしきさんはそんな結婚の醍醐味をじっくりと味わうことができる関係なの。ただ夫婦生活を長く続ける中で生活習慣など日常的な様々な面ですれ違いが起きやすい関係でもあります。2人の間のルールや取り決めをしっかりとして話し合っておかないと不満が溜まってしまう可能性もあるので気をつけてくださいね。もし喧嘩しそうになった時はまず一呼吸を置くと相手の気持ちを考える、それが円満の秘訣ですよ。お言葉いただきました。そうです。でもすれ違いあるよね。そりゃ結構タイプ違うんで、本当に陽キャと陰キャっていう感じで隠れ…え？たしきさん、あと1個言っていい？うん、このコロッケ、うん、実は2つ味違い。あ、そうなの？あれ、分かったね。美味しかったよ、めっちゃ。でも私こっちの方が食べたかったから。あ、そうなの。たしきさん、たしきさんあれだろうなと思った。肉だろうなと思った。あ、言ってよ。いやだ、あんたも言わないじゃん。え、冷蔵庫に入ってるビールあるって。でもすれ違い起きてルールとか私たち決めたよね。うん、それはさすがにとしきさんゴルファーすぎた時があって、週に1回は家族の時間を持つって決めたよね。うん、まあ守られてるかって言われたら1回っていうよりかは土日のどっちか。うん、土日のどっちかで夫婦の時間ってなったけど、まあもうケースバイケースだよね。で、ゆりちゃんは俺の時間変えてくんないじゃん。あんたもいいと思う。まあそういうね、本当にタイプが違うので本当当たっております。ありがとうございます。次、価値観と考え方の相性です。ゆうりさんととしきさんはお互いの価値観や考え方に関してもお互いに全く違うものを持っているんですね。でもその違いを受け入れて相手を尊重し合える環境を作れる仲なので、お互いに得るものがたくさんあるでしょう。ただちょっとした言葉の使い方など細かい部分での違和感を覚えやすい間柄でもあります。心の中で思っていることは同じだったとしても言い方に違いがあるなどしてすれ違いの原因になってしまいます。お互いに攻撃的になることはありませんが注意が必要ですよって。これあるよね、一個最近の事件で。あの、私がね、これじゃあちょっと賛否両論出るかもしれないけど言っていい？なんかとしきさんと一緒にこう行動してるとですね、一個だけめちゃくちゃちょっと心に突っかかることがあるんですよ。よく言ってくれましたね、本当この話題直近でありました。なんか空港でね、帰省するってなった時に空港で結構混んでる朝のこうラッシュみたいな時のにとしきさんのポリシーがあって、エスカレーターってさ、都会ってさ右とか左に並ぶじゃないですか。東京は左に立ち止まる人、右にこう歩いてこう行く人みたいな感じなんですよ。で、としきさんはだいたいそういうところって2列に並んで、お乗りくださいみたいな標識が書いてあるわけですよ。それを忠実に守ろうとするわけよ。なんでなんですかそれは。ちょっとその意見聞こう、もう一回。あの時攻撃的になってしまってとしきさんを傷つけたからね。明らかにさ、歩かないライン左側は並ぶじゃん。うん、それが良くないから、うん、今2列になって並んで乗ってねってルールをやろうとしてるわけじゃんね。はい、だからそれに乗っ取ってるまでってだけなんだけど、うん、私の意見を言いますね。確かにそのルールはあったとして、例えば優先座席っていうルールがあったとして、優先座席はまあなんかその本当に優先すべき人が座れますよみたいな、その配慮が必要なこういうのがあったりするじゃん。うん、でそれはこう積極的に座らないし、座って寝ぼすけしてるようなサラリーマンとか見たら本当叩き起こしたくなるんですよ。私はこの間とか電車に乗ったら、本当にこれもちょっと賛否両論あるかもしれないけど、優先座席でだよ、朝の通勤ラッシュの優先座席で男のサラリーマンが3人とも寝てたの。うん、私じゃあそこに妊婦さんいたらどうするって思って、うん、寝てるから気づかないじゃん。苦しくてさ、こうやってなってる人が座ったりしてるのにさ、寝てるからさ気づきやしないじゃん。うん、じゃあ気づいて、もし私がそこに妊婦さんがいて立ってるのに、そこにサラリーマンの人がいて、すいませんサラリーマンさん起きてくださいとかってできるかって言ったらさ、そこまでできないわけよ。
ていうのにすごくあの腹立ったっていう話もあるんですけど、そういうのはあるやん、なんかそういう配慮しましょうみたいな、うん、みんなでルールをちゃんと明確化していきましょうみたいなものはあるじゃん。でもエスカレーターに関しては別に誰かの害になってないし、むしろこう今こっちで並んでる人と急ぎたい人っていうのを分かれてこうやってるっていう ルールというか秩序みたいなのがあるから、ここにとしきさんが止まってしまったら、ここで早く行けるって思ってこの道を歩いてる人にとってはストレスを与えてしまう。無理してこっちにいる必要なくて、こっちにいるだけでなんかもう2つの頭の人たち、2つのこの意識の人たちがスムーズに行くんだったら別に別れてていいじゃんって思う。いや普通はやらないよっていうか、普通は別に俺めっちゃ歩くタイプだから、はい、二段飛ばしで、一段飛ばしで歩いてる。右を、うん、いや別に荷物持ってる人が多い空港で、あんな左だけやったら混んでて、自分たちも荷物持ってる状態でね、その変な渋滞を作らせないためにそう言ってるのにね、急ぎたかったら階段あるし、あの状況だったら手だけじゃないと思ったけどね。でもデパートとかでもするじゃん。状況によると思うよ。だから思ってるけど、デパートでもするじゃん、うん、渋谷のスクランブルスクエアとかもやろうとしてじゃん、うん、それも同じ意見。うん、別に歩かないでって書いてあるのって別に権利があるでしょっていうので、私は本当にひどい言葉を落としてきたんやったの。え、なんでそんな頑固になるのみたいな言って、うん、なんでみたいな、私は嫌だと思ってるからやめて、私がいる時にはって言って、まあこれもちょっと強要なんだけどじゃあ落としてきたのが逆に、じゃあ俺はこの時にいたら、あの俺はこうしたいからそういうのやめてとか言うんだったら、もうそれはもうバーンって喧嘩になってる、うん、でもとしきさんが我慢してくれて、本当に、まあ、傷ついてなんかこっち数が少なくなってくれて、私は結構強い言葉で、ね、汚い言葉でこう罵ったの、としきさん、ね、そしたらなんか、あ、としきさんって本当に心綺麗なんだと思って、その時に人にそんな言わないからね、ひどい言葉で。もう私も結構本当やからみたいな部分も結構あるので、結構汚い言葉使っちゃうんですよ。でも本当にそれで反省した。これさえ分かれば大丈夫、としきさんにももっと深く愛される方法、ありがとう、愛されたい、もっと愛してもらってるよね。結構愛妻家ですよね、うん、どう思いますか。そうでしょう。としきさんにとって神聖な、あ、飲み物空いてますよ。何がいっ酔っちゃった。嘘つけー、あんたはこれだ、イエーイ、あんたはこいつをね、絶対に酔っ払いかけたこの焼酎ハイボールでブーストするんです。としきさんにとって新鮮な考え方を持っているゆりさんは憧れの人なんです。そうなの、それはある、確かにね。なんで、うん、で俺にないから。何がいろいろと言ってみ、今日は。え、今日はうん、あんたいなくて素敵だなと思って憧れてるとこ。素敵な方だよな。そっかそっか。何言ってんの言ってんのないじゃん、最近。面白いねしか言わないじゃん。いや、面白いじゃん。素敵だよ、それは。明らかに。違う違う。もっと具体的に。まあ、いろんな配慮ができるところはすごいんじゃないかなと思ってるけどね。どういう配慮？うん。いや、俺に対してもだし、俺の家族に対してもだし、自分の家族に対してもだし、友達も。うん。いろいろ考えるじゃん。ね、それで苦しいのかもしれないけど、けどまあね、ある一方ではすごいね、みんなが喜ぶためにやってるわけだしね、ええやんって思いますわね。憧れるんだ。まあ俺もできるけどね。できないよね。ごめんなさい。配慮はできないこの人。でも私はとしきさんに対して憧れるのはその配慮をしない感じ。いや、そうだよ。みんなにすごいフラットなの。だけど。本当に悪口も言わないし、人の悪口言ってるところあんま聞いたことない。私とか毎日本当に世にさらせない悪口をさずっと吐いてるじゃん。あいつブチッザーみたいなとか本当にすごいわけよ。普通は言わないよね。え、思わないし。普通言うでしょって感じじゃないですか。でも本当にそういうなんかもう本当仏みたいな感じなんですよ、私からしたら。
だからそういうところすごい憧れてる。本当に本心からフラットに物事を見て、偏った偏った考え方とかしないし、嘘、うん、たまにそのエスカレーターとかだけエスカレーターだけだとか渋谷であれ山里やったの思い出したわ。やったでしょ。あれ左側がさ、やたら今度ねフロアにめっちゃ出るじゃん、うん、右側開けるために。あの人まったり行きたい人もいないじゃん。余裕を持って、いやファーストペンギンをみんな求めてるじゃんって思うんだよ。それファーストペンギンに俺はなるみたいな感じでなんかもうやめてよみたいな。この20秒ぐらいの別に歩きたくないしと思って、だから歩きたくないからせき止めるみたいな。ファーストペンギンになればいいじゃん。嫌だ。みんな歩きたくないと思ってるのにあんだけ道開けられたらさ、うん、ねえって恥ずかしいじゃん。まずやけど関係ないじゃんって俺は思っちゃうから。たとえ口には出さなかったとしても心のどこかでその調子を認めてくれているの。認めてるんだ、私のそういう配慮ができるところ。うん、でも時にはそのことを信じられずに、としきさんのちょっとした言葉が気になってしまうことがあるかもしれません。ゆうりさんを褒めるつもりで言ってくれたのに、としきさんの言葉を皮肉と受け取ってしまうこともあるよね。うん、あなたそればっか。めっちゃあるよね。あるよね。あるよ。さっきもそうだったもんね、うん、なんかとしきさんのテンションって基本一定なのにたまに結構モード入るんですよ、としきさん。それ勝手にそう思ってるだけ。そう、私がさもう HSP で勘ぐりすぎんの、こうやってなんかちょっと態度違うとか怒ってんのみたいな。でなんか暴力的。え、そう、もしひとみ先生マジで皮肉なんですこの人。皮肉ではないのか、ごめんなさいね。いや俺がさ、テンションがちょっと低い日もあるわけじゃん。テンション、うん、まあテンション低いときはテンションちょっと低めだったのが怒ってとか勝手に出して悪い風に取るじゃん。そう、違う。でもとしきさんテンション低いときにちょっと攻撃的になるよ、言葉が。え、それはさ、なんとかしゃんとか私の言葉尻をこういじったりとかして顔かけてくるとか言う。そうで、カマかけないでとかって。そう本当に皮肉ね、カマかけてこないでかけてねえわでも私も人に「鎌かけてこないで」とか言えないからさ、普段としきさんにだけ言えんのよね。やっぱ「鎌かけんじゃねえぞ」みたいな「おいボケ」とかって言って、またそこで始まるの、私の罵詈雑言が。すごいね、これ合ってます。はい、ありがとうございます。そんな時は深く考えないことですよ。あなたが思っていることに変わりはないのですから、まずは惹かれる部分だけに目を向けることがより愛される秘訣です。だって星ひとみさんからあなたへ、全く違う趣味思考を持った2人が一緒になるのは本当に素敵なことです。きっとたくさんの学びがあって飽きない毎日を送れると思います。ゆうりさんととしきさんはまさにそんな関係。でもゆうり、としきさんのことマジで本当にめっちゃ最上級の褒め言葉で言うなら、うん、飽きない、ね、飽きない、うん、飽きない。なんか毎日会いたいなって思う。いや、なんか嬉しいじゃん。ほんと、なんか毎日なんか家帰りたいなと思う。マジ？だからとしきさんと喋った方が面白いじゃん。まあねって思うんですよ、そういう風に。で、3年目もまだ思ってるから、まあもう3年目ぐらいだったらもうずっと思うのかなとか。わかんないよね、子供が生まれたらさ、何よこのケモクジラ男はとか全身脱毛開始しようかな。そうじゃないともうゆうりが拒否し始めちゃうから、ね、この胸毛男みたいな。胸毛伸ばそうかな。つしきさんって胸毛あります。え、見せる。うわー無理でもそんなもじゃもじゃじゃないから大丈夫。でも本当にそれぐらい飽きない。つしきさんは、うん、ちょっと言ってみなよ。ゆうりちゃんが飽きないか。飽きないでしょ。なんで貯めたの。飽きないでしょ本当は。いや面白いじゃんね。俺のやっぱりあれだよ、優先度っていうか価値観の中で上にあるのがさ、うん、面白いかどうかっていうか楽しいかどうかってやっぱ、ああ恋愛でも人生でも、そう面白いからね、やっぱ。わかる、本当面白いね、ゆうりって面白いよ、マジ面白いね自分で言う。いや面白い。でも私面白くなくしようと思ったら面白くないよ。え、面白くなくしようって思ったら一瞬で面白くない人になるよ、うん、
あもうそういうのやってらんないからみたいな関係になってしまったらもうそこまでもう一瞬ですっごいだよ。え、何ですかみたいな。あ、はい、そういうタイプだよ。何ですか宣言。何じゃ宣言じゃない、普通に。だから社会においてもあこの人に面白くする必要ないなと思ったらもうマジつまんない人、もうなんならちょっと怖いぐらいあるってこうやって最近それで言ってる、魂レベル上げてるから。だから本当に私は多分飽きないよね。飽きない。ごめんなさい、みんなにもそういう風に言ってしまって。ゆりちゃんは飽きませんね。結構飽きる。で、あと私結構ね、年来たのにはあんま言ってないけど、うん、モテたいからさ。何人類にモテたいから、うん、こうアプデをし続けてる。どう、会った時より可愛いでしょ。うん、確かに。整形してね。この間お母さんに実家帰った時に、うん、ばあちゃんの家に行って、そしたらばあちゃんの友達のふっちゃんって人がね、うんうん、もうばあちゃんはいい人だよとかって言って、なんかそのばあちゃんとすごい仲良くさせてもらってる。ばあちゃんと多分10個ぐらい違うよね、年齢。そんな意外と近いの、そんなに年20個ぐらい違うか。もっと若く見えたけど、本当にもうしっかりして耳も聞こえる人で、うん、でもばあちゃん耳聞こえないの、意識めっちゃしっかりしてるんだけど、素敵なだからもうその会話どうやってんだろうなみたいな。耳聞こえないですよね、ありがとうございます、いやもうそんな大丈夫よとかって言ってて、うん、でその人に一緒に私のお母さんと私ととしきさんとばあちゃんとふっちゃんでね、5人で畑仕事をちょっとやってたんですよ、うん、で芋掘りとかしてたらふっちゃんがんだまこっちべっぴんさんなことって言って、まあ意味で言うとんだまこちは簡単詞でわーおオーマイガーシュみたいな感じなんですけど、わー本当に美人さんだねって言って、いやーって私本当にこうでえーって言ってたら、お母さんがこの後ろにベタ付けで来てたよね。スンって来て、ま整形だけどねとか、私の口から聞こえないだからねこういうま整形だけどね、聞こえてたよ。でもちゃんと聞こえてた、普通に。ただ考えに差がある分、それを魅力と感じるか短所と感じるかは極端な面もあるんですね。特にイライラして喧嘩に発展することもあるかもしれません。ありますね、うん、これあるよ。だからそういうさっきのエスカレーターの話とか、両極端ですよね、本当に。温厚、過激、陽キャ、陰キャ、理系、文系、そう、理系だ悪い、すぐこうやって尻尾こうしてくる、何それみたいな。尻尾で私、うわーって暴れるミーアキャットみたいな掴まれてね。そんな時はとにかく相手を信じることが大切。としきさんの言葉は現れない、としきさんの言葉には現れない気持ちを感じましょう。それがより仲良くなるためのコツです。ありがとうございます、という感じでした。結構当たってますね。結構当たってますね。皆さんどうでしたでしょうか。面白いですね。なんかさ、こういうのあんま話すことないから久々に面白いね、うん、なんか飲み会に行くまでもないけれども、今日は宅飲みで盛り上がりたいなみたいな時にこういう風に課金するのありじゃない。課金なんだ。これ課金です、今回私が占わせてもらったのが1650円の、まあ、3つね、占ってもらえるやつなんですけれども、あとはメニューごとで880円っていうのもあったり、まあ、880円、1650円みたいな課金制度で、月額制とかじゃマジでないので、その時に応じて皆さんで課金していただいてっていう感じです。はい、すごいね。それもそうなんですよ。だからまあ占いに行くっていうのもまああれなんでね。そうだね、占いと比べれば、そう、結構安いと思います。なんかいろいろ多方面的に占ってもらえるじゃん、これって、うん、相性も夫婦関係とかも含めて、だからまあ答え合わせができましたよね。私たちは本当に違うっていうことが改めて分かりました。みんなも見てて分かるよね多分。でも最近本当にとしきさんへの愛が大きくなってる気がする。ビッグラブね。そう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 、結構ビッグラブって感じだよ。としきさんどう。いや、まさに、うん、もう徐々に拡大する宇宙のようないつかはゼロに収束するんだろうけど、インフィニティ
うん、無駄無限って話です。いやすごい哲学、うん、はい、ということで今日はですね、あの星ひとみ先生の転生術光と影というものをねさせていただいたんですけれども、こういう感じで、まあ、話題作りがしていただけて嬉しかったですね。どういう目線の話してるの？なんかこ う話題がね、私たちだけじゃもう生み出すものってあんま分かんないじゃん。そういうことね。なんか質問していただけてありがたい、ね、うん、本当にありがたかったです。ありがとうございました。皆さんもぜひなんか気になる方がいらっしゃいましたら、概要欄とコメントにリンク貼っておりますので、ぜひ見てみてくださいっていう感じです。それではまた次の動画でお会いしましょう。としきさん、ありがとうございました。ありがとうございました。せーの、バイバーイ。じゃあねー。